皆さんこんばんは、モード A の森です。はい、お待たせしました。早速 TWICE の Yes or Yes 1番の B メロいきましょう。鏡を見るように踊ってみてください。みなちゃんのこれで回ってパッっていうところで終わりました。はい、その続きいきます。パッてやったら胸を反時計回り、鏡の通りに言うと右から左、多分ね、で時計で言う5時ぐらいから何時、10時ぐらいかな、ぐるっと回します。5時から10時回してパンパン、すごい速いです。パンパンパン、そしてここ前を回ります。サビとかじゃね、くるっと、はい、ゆっくりいきますね。回してパンパン、回ってパンパン、このねパンパンがすごい速いです。いきます、せーの、飛びました。1、パンパン、回してパンパン、体がちょっと右向きから左向きに回しながらかかります。はい、じゃん、1、パンパン、回してパンパン、そしたら今度は手を、払う、払う、1、2、上に上がります。そして足が前、前、左、右、左、右、はい、左、右、左足ポンと置いて、今度反対、右足ポンと置きます。重心が右から左になる。パッパッ、はい、そこまで通すと、ぐる、パンパン、回してパンパン、1、2、そのままちょっと続きますね。払って払ったら手を左左、はい、左左、なんかタオルのカンプ摩擦みたい。1、2、やりますね。足が左右に持ってくるときに足寄せて、もう一回、一応サナちゃんのパートやってるので、サナちゃんちょっと場合によってこうやってやってる時もあるんですけど、一旦ね、ライブではこうやってやってるから、1、2、そこまで通すと、回ってポンポン、回ってポンポン、払って払って、1、2、他のメンバーね結構上半身が下がりますが、さなちゃんそんなに下がってないのでこれにしとこうか。はい、もう一回そこまで行くと、ポン、1、パンパン、回ってパンパン、払って払ってカンプ摩擦、はい、そしてまた同じところに行きます。一旦そこまで音でやってみましょう。ここから回してポンポン、回してポンポン、払う払う、1、2、もう一回、もう一回いきます。2分の1の速度です。いきます、回してポンポン、回してポンポン、1、2。 A メロよりも簡単な気がしますね。さあ、じゃあ進みましょう。ここまで終わりました。そしたらまたさっきのように胸を回してポンポン、回してってやるんですけど、こうなってこっからこの状態から戻るときに、足をパンに戻るときに胸が入って戻って、パンパン、さっきと同じ、回す、はい、チャッチャッチャ、回してタンタン、はい、パンパン、そして上に手を払います。そして足は寄せます。そして移動してついちゃんのパートに入ります。はい、1、2、もう一回パンパン、回してパンパン、払う、はい、じゃあ今のところ、後半のところやってみましょう。1、パンパン、回してパンパン、払う、移動して、今のところちょっと尺が短いので、今の最初のところから、 B メロの最初から今のところまでいってみましょう。胸パンパン、回してパンパン、払って払って、もう一回、1、パンパン、回してパンパン、胸パンパ
ン、回してバンバン、払って払って1、2、回してポンポン、回してポンポン、払う、移動。もう一回やってみましょう。いきます。胸パンパン、回してパンパン、払う払う、胸パンパン、回してパンパン、払う、移動して、はい、次はついちゃんのパートで、移動したら手を、あ、これちょっとライブによって表向きと中向きがあるんですけど、ちょっと最後のダンス動画の方を見るとちょっと甲が外側に出るので一旦こちらにします。準備をします。ここで手だけ一回やりますね。準備して、払う、もう一回準備して、払う、はい、その時に払う時に右上半身が右左上、右下右下左上っていう風に体が一緒についていきます。そして足が、皆さんご存知、スイちゃんが頑張ってるこの足ですね、かかとに体重乗せて、前を開く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 閉じる開く閉じる開く閉じる、これなんとなく私得意じゃないんですけど、ポイントは開く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 に意識をした方がやりやすい気がします。だから開く閉じる開く閉じるってよりは、開いて戻すことを前提に、開く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 ってやった方が速度の問題かな、やりやすいと思うので、みんなこれだけ先に練習するとかね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ちょっとこれに慣れてきたら手をつけるっていうのもいいかもしれません。はい、では合わせてやると、移動しました、準備して開く、グーからパーに開きます。で、1、2、3、4、1、2、3、4、で、4回、2、3、4、1、2、3、4、やったら手をグーにして、今度は表側、甲は後ろに向いて手をグーにして、右肘を下げる、右肩後ろ、こうね、1、2、はい、その時に右足を一緒に引きます。そして左足引きます。1、2で移動してサビに入ります。もう一度つなげると、ここから移動しました、スイちゃんのところ1、2、3、4、1、2、3、4、そして引く引く、移動をサビ始まる。これ音でやった方がね、意外とノリに乗ってやった方がやりやすいかもしれないので、一緒にやってみましょう。ここで移動して準備して、1、2、3、4、準備して1、2、3、4、引いて引いて、移動してサビに入ります。いきます。移動して準備して1、2、3、4、1、2、3、4、引いて引いて、移動してサビに入ります。ではこれで B メロが終わりです。もう一回音なしで復習して、音で踊って終わりにしましょう。それではみなちゃんのこれが終わってジャンプしました。そしたら反時計回り、胸回します、ポンポン、すぐ回します、ポンポン、払って払って、カンプマーサー2、そしてまた胸ポンポン回してポンポン、今度は1回払う、そして移動を準備、1、2、3、4、1、2、3、4、引いて引いて、移動をサビ、では音で2回ぐらいやって終わりにしましょう。いきます。1、パンパン、回してパンパン、払って払って、タッタッタ、もう一回パンパン、パンパン、ジャンプ、スイちゃんとこ、1、
1、2、3、4、1、2、3、4、右、左、移動して、ポーズ。そしてサビ。もう一回いきます。1、パンパン回して、パンパン、払って払って、タンク摩擦。パンパン回して、パンパン、一回払う。移動する、スイちゃんとこ。1、2、3、4、1、2、3、4、右、左、移動して、はい、以上が今日は1番の B メロでした。踊れましたでしょうか。これでね、前奏から1番の終わりまで踊れるので、皆さんもう1番フルで踊れるということだと思うんですけど、いかがでしょうか。私速い音だとね、なかなかうまくできないことも多いんですが、ちょっと頑張って踊り込もうと思います。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。いつもいろんなコメントすごく励みになります。そして評価ボタンもいつもありがとうございます。たくさんたくさん押してください。皆さん本当にありがとうございます。いい動画たくさんアップしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!